あなたが寝ている間、私はあなたの見る夢を想像している。あなたが寝ている間、ああ、私はあなたの妻なのだと気づく。あなたが寝ている間、私はあなたが待ち遠しい。おはよう。そんな妻に私はなりたい。本当に新婚さんの家にお邪魔しちゃっていいの？はい、ぜひご夫婦でいらしてくださいと。じゃあうちのに予定聞いてみる。はるみさんの手料理本当に美味しいんで、絶対お腹空かせてきてくださいね。オッケー、楽しみ。そういえば新婚旅行はいつ行くの？はるみさんのお休みがなかなか取れなくて、しばらくお預けです。あ、旦那は新婚旅行2回目か。そりゃ会社に言いづらいわ。2回目、そっか。てか、旦那の離婚の理由って何だったの？確か性格の不一致って言ってました。出た、どんな不一致を。いや、そこまでは分かんないですけど。どういうところがダメだったのか参考までに知っときたくない？でも私と前の奥さんは違う人間なんですよ。同じ失敗するとは限らないじゃないですか。そうだけど、本当に本当に全然気にならないわけ？奥さんがどんな人だったのか。はるみさん、開けてくれた棚ってどこでしたっけ？あー、すぐ行くから2階でちょっと待ってて。はい。お待たせ。あ、すいません、勝手に見ちゃって。全然。これってはるみさん？あー、大学の時かな。恥ずかしい。すっごい楽しそう。何歌ってるんですか？なんだろう、スチャダラとか。スチャダラ？お酒んとか知らない？後で調べます。無理しなくていいけど、よかったら CD あるよ。あら。あ、このジャケットかわいい。あー、幸せな結末よく聞いたな。ドラマが流行ってね、鉄平とリコの。どうしたの？あ、私もはるみさんとカラオケ行きたかったです。何言ってるの、この時まだ舞子さん生まれてないよ。分かってます、でも悔しいんです。舞子さん、俺たちは20も年が離れてるよね。はい。ということは同世代の夫婦より一緒にいられる時間は短いかもしれない。それなのにそんな風に過去を振り返ってたら時間がもったいないよ。俺は今舞子さんとこうして一緒にいられて幸せだよ。私だって幸せです。じゃあ今の俺を見て。はい。あ、
ワイン買ってこなきゃ。あ、課長さん夫婦何時に来るんだっけ。5時です。やばい、行こう。あ、はい、いいよ、後で、後で、後で、行こう行こう。そうだね。大丈夫。何そんなに頼りなく。いや、そんな。いいよ、手ぶらで女性。間に合いますか。まだ大丈夫でしょう。大丈夫。呼吸してきてないや。私も何もない。やべえ、うめえ。ちょっと、もうちょっとなんかボキャブラリーないの。どうぞ。すごい、これ本当に全部旦那さんが作ったんですか。手抜き料理ばかりですよ。手抜きじゃないですよ。昨日の晩から下ごしらえして、野菜とお肉をバランスよく組み合わせて、無駄なく手際よく。あ、動画見ますか。実家が農家でして、突然どっさり食材が送られてくるんです。お二人が来てくれて助かりました。いただきます。召し上がる。あ、このカトラリーレスト素敵。どこで買ったの。ああ、はるみさんが元から使ってたやつですよね。カトラリー、箸置きのことです。ああ、だいぶ前から使ってるな。あ、前の奥さんの趣味でしょう。ちょっと、いつも考えてから物言えって言ってるでしょ。なんかまずいこと言った。どこで買ったか忘れてしまいました。ずいぶん昔のことなので。ですよね。すいません、変なこと聞いて。いえ。このピザやば、マジすごいっす。うちの親父なんて全然料理できませんよ。翔平くん24だっけ。お父さんいくつ。46、7、その辺です。二つしか違わないのか。はるみさんは全然若いっすよ。うちの親父ビールっ腹ひどいもんね。なんか運動してるんですか。一応毎日走ってる。毎日ってはるみさんいつ走ってるんですか。舞子さんが起きてくる前に、結婚する前からの日課。全然気づかなかった。舞子らしい。あ、ワイン持ってきますね。私やります。あ、いいよ、食べてて。いい人と出会えて本当よかったね。おじさんにしてはかっこいいし。そう、はるみさんは本当に優しくて素敵だ。お腹いっぱい。ありがとうね。いえいえ、本当美味しかったです。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。こんなに素敵な人と離婚するなんて、どんなすれ違いがあったんだろう。じゃあね、気をつけて。お先にお風呂いただきました。あ、うん。デリカシーなくてごめん。え？言い訳させてもらうと、箸置きのことなんてどこで誰が買ったとか、そういう意識全然なくて。で、よく考えたら多分これ前の妻の手作りなんだ。だからこっちで勝手に処分するのもなんだし、まあ機会があれば返そうかなって。返す？
前の奥さんと会うってことですか？いや、そこまで考えてなかったけど、郵送とか？今も連絡取り合ってるんですか？いやいや、もうメールのやり取りすらしてないよ。そうだ、新しいの一緒に買いに行こう。別に買い直さなくていいですよ、素敵ですし。嫌じゃないの？はい。ならよかった。はるみさんの匂いがする。カレー臭じゃないよね。カレー臭？これがカレー臭なんですか？カレー臭落ち着くなぁ。ごめん、会社かな。出ないんですか？はい。遅い。お前酔ってるな。お前？女の人？なんか冷たいね。用件は？今日止めてくれない？は？電話かける相手間違ってないか？春でしょ？今日急な出張でね、日帰りの予定だったんだけど。無理だよ。ソファーでいいから。再婚したんだ。あ、前の奥さん。でも連絡取ってないって。あ、そう、分かった。じゃあ、いあ、舞子さん、ごめん。そのはるみさん、気にしないでください。私ちょっと歌の練習しようって。俺相手にそんなに気遣わなくていいよ。はるみさんだから、一生一緒に暮らす相手だから気遣うんです。ありがとう。そう、はるみさんは本当に優しくて素敵だ。だから、舞子、なんか雑念でも払ってんの？これ白紙だけど。ああ、すいません。すいません、相席いいですか？どうぞ。あ、相変わらず水曜日はここのカレーなんだ。なんでここに？本当よく飽きないよね。なんかよ。そっけないな。ちょっとね、仕事のことで相談したいことがあって。何？今ゆっくり話してる時間ないの。仕事の後会えない？相談なら電話かメールじゃダメか？何それ、他人行儀な。他人だからな。今の奥さんそんなに心狭いんだ。そうじゃない、俺が後ろめたい気持ちになりたくないんだ。後ろめたいことしたいわけ？なわけあるか。とにかく二人では会わないから。ほんと、わかりやす。はるみさん。
舞子さん、おかえり。何か雑念でも払ってるんですか？今日偶然前の妻に会ってね、仕事の相談があるから今度会えないかって言われたんだけど、あ、もちろん会わないよ。仕事の相談なら会ってあげたらいいじゃないですか。え？やましいことがないなら堂々としてください。ああ、そっか、そうだよね。そう、やましいことは何もない。再婚おめでとう。ありがとうございます。で、なぜこうなる？みゆきさん、大人っぽくてとてもお美しいです。ありがとう。舞子ちゃんとっても可愛い。やっぱり春は面食いだったか。春って呼んでるんですね。うん。舞子ちゃんはいくつ？24です。若い。出会いはどこで？同じ会社？西川さん、世間話をしに来たわけじゃない。本題に入ろう。仕事の相談とは。あ、では私はこれで失礼します。え？ご挨拶だけさせていただきたかったので、お仕事の邪魔になってはいけません。どうぞごゆっくり。変わった子ね。本当に来ると思わなかった。で、せっかちだな。まあ簡単に言うと、うちの会社に来てくれませんかって話。え？私がアプリ開発の会社を立ち上げたのは知ってる？噂には聞いてるよ。株式も上場したんだろ？そう、絶好調。でも圧倒的な人材不足。そういう話なら一度持ち帰ってもいいか。彼女と相談してまた連絡するよ。どうして？あなたのことでしょ。奥さんは関係ない。そういうわけにはいかないよ、夫婦だからな。一つだけ聞いてもいい？何？なんで再婚する気になったの？え？寂しい気持ち隠して笑う、強がる君から目が離せない。彼女は俺に飛び込んできてくれた。断る理由なんてないだろう。彼女の気持ちに応えたかったってこと？ああ。昔さ、私が結婚したいって言った時も春は受け入れてくれたよね。ああ、離婚したいって言った時もね。俺はみゆきの気持ちを大事にしたかった。分かってる。わがまま聞いてくれてありがとう。で、わがままついでに今回もよろしくね。どうも。舞子さん、どうして？はるみさん、一人の部屋に帰りたくなくて。だったら一緒にいればよかったのに。私、はるみさんのことを知れば知るほど不安になって、過去を消すことなんてできないのに。
なので私決めたんです。はるみさんの思い出をリニューアルします。髪をほどいた君の仕草が泣いているようで胸が騒ぐよ。振り返るのは終わりにしよう。西川さんから今の会社を辞めて彼女の会社に来てほしいって言われたんだ。え？でももう断った。私のことを考えてですか？俺のためかな。舞子さんと楽しく笑って過ごしたいから無駄な不安はなくしておきたい。ありがとうございますと今は思ってても、年を取っていろんな記憶が曖昧になったり配慮がなくなるかもしれない。大丈夫です。今みたいに何でも話し合えれば不安なんてありません。もっとたくさん気持ち、どう見てもそうでしょ。早く来てよ。誰かを感動させる仕事に就きたいって本気でそう思った。はるみくんと何かあったのか。もしもし舞子さん、後にして。俺じゃダメ。初めてはるみさんに嘘をついた。